皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日、僕が実際に曲を聴きながらコードの聞き取り、耳コピをする姿をお見せしますなんていう動画を配信させていただきまして、まあその中でね、分かんないこと、知りたいことがあったらバシバシコメントしてくださいなんていう動画を配信させていただきました。まさかリッキーさんご本人からコメントしていただけるとは、まずわーリッキーさんだ、わーいっていう感じで、大喜びの滝沢でございましたけれども、まあ他の方もたくさんコメントしていただきまして本当にありがとうございます。この動画の中でそのコメントしていただいた内容を、つらつらとお話しさせていただこうかなと思いますので、よかったら楽しんでくださいませ。とりあえず一つ目として、ダイアトニックって何ですかとか、そもそも音が分かりませんとか、その相対音感で何ですかっていう方結構いらっしゃったのですが、その方はですね、まずこの動画ではなくて音感を鍛える動画っていうのがありまして、ちょ概要欄の方にリンク貼っておきます。その動画と、あと僕が前に配信したコード進行を覚える秘密なんていう動画をチェックしていただけますと幸いです。その中でその音感を鍛える方法だったりとか、そのダイアトニックっていう基礎知識、今回その紹介している数字のディグリの考え方とかを全部紹介しておりますので、ちょっと大変なんですけれども、その2つの動画をまず見ていただいて、ある程度学習してからこちらの方に戻っていただけますと幸いでございます。で、今回の趣旨は、皆さんいただいたコメントの中ですごいびっくりしたというか、意外と多くてびっくりしたんですけども、音当て100問200問300問もう深夜さんとかね、新幹線の中で300問正解したことがあるなんていう方が、すごく多くてびっくりしました。うわ、皆さん結構できるんだな、すげえみたいな感じで。でもその方々がですね、100問200問300問正解しているけれども、この先何したらいいかわからないし、実際コードなんか聞き取れないよっていう方すっごいいらっしゃったんですよ。この動画のテーマは、そこです。音当てで100問200問300問正解できる人が次何をすべきなのか、何に気づくべきなのか、そして何を意識すべきなのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。結構ね、100問正解できればね、本当にもうあともう一歩って感じなので、ちょっともう一踏ん張り、頑張っていきましょう。そして今回も僕の友達である石井博樹さんの、君と本と僕とコーヒーというアルバムを、ちょっと今回も動画の中で使用させていただこうかと思います。もしよければ皆さん石井博樹さんの曲もチェックしてみてください。で、今回は世界は美しいという曲を、モチーフにちょっくらやってみようかと思うんですが、まずちょっと一緒にイントロ聞いてみましょうか。どこでコードチェンジするのかを一緒に考えていきましょう。おい、ではレッツトライ。スタート。世界は美しい。イントロ。こうです、コード。コード変わりました。コード。今変わりましたね。コード。コード。一緒です。同じです。ずっと。あ、ちょっと変わりました。A メロ。美しいのはやがて。このところにコードチェンジがあるわけでございます。どうだったでしょうか。今のコードと聞いて音は分かりましたでしょうかってまあ分かったらこの動画見てないですよね。ちょっと一回正解を書いてみます。こんな感じのコードです。これは、まあ、相変わらず僕はその、ね、絶対音感がないんでキーは分かんないんだけども、相対でいきます。相対3で4で5、あー、これ、5音7、ちょっと待って、これ1です。6から、あー、2、5、1、ちょっと待って。ナチュラルに間違えた、ちょっと待って。これ5じゃなくて1です、ここは。で、5音7にて、6、3、で、2から、5、1。こんな感じのコード進行ですね。で、最後は1刺す方かな。そして刺す方。3、4、1。で、この1を同じ、6。4だ、4だ。2かと思ったら4でした。こんな感じで、聞き取りを仕方をしていきます。ちょっくらい一緒に行ってみましょうか。まず皆さん音当てで100問正解できる、もしくはその100問近い正解ができると思って、その前提でお話をします。音当ての音をちょっと思い浮かべてみてください。ドがあってレがあってミがあってファーソラーシーっていう感じで、それぞれ7個のコードありましたよね。で、そのそれぞれの音に対して1、2、3、4、5、
6、7と、その数字をつけるわけです。でちょっくら思い出していただきたいんですけども、それぞれのこの役割感をちょっと思い出してもらっていいですか。役割感パッと聞いて、なんかこう、あ、これはファだからファとか、これはミだからミ、ラだからとかっていう感じで、そのね、パッと判断するのもいいんだけども、そうではなくて、もうちょっと踏み込んで、それぞれの音の役割感みたいなのをちょっと感じてみてほしいんです。例えば、最初のドの音、これはもう飛んで、とりあえずもうその、すごいとてつもない安定感ですよね。この安全な感じ、安定感、最初に来ても最後に来ても全然こうね、うまく着地できるような、もう超大ボスって感じですよ。もう全然もう外さない、もう超リターンエース、もう最高の相棒でございます。とりあえずこれ使っとけば間違いないっていう感じのやつ。その一番のコードがまず一番最初に来てるんです。ちょっと余談。コメントに、なんで一発目から1って書けるんだっていうコメントがありましたけども、これとりあえず当てつぽです。前回、コーヒーの曲をわーってやってる時に最初その1が続いてね、なんで1書けるんだってありましたけども、とりあえず1って書いておいて、進んだら実は5だったってこともたくさんあるんですけども、そういう時はもう書き直します。1じゃなかった、やべえ、はめられたっつって書き直します。とりあえずまあ書くんです、とりあえず。で当たってたらそのまま続ける、間違ってたら書き直す、そんな感じで当てずっぽで書いてます。で今回もまあね、パッといって1からスタートしてすぐ2小節目で3が来たので、まあ1、3、この流れでいくとすると、まあここからね、そのなんだろうな、1、3、何があるだろう、4、1、3、一応4、6っていう可能性もあるか、4、6っていう可能性もあるけども、4、6って来たらここでもうね、フラット7とかはちょっとありえないので、まあ1、3、4と考えるのが妥当だろうというふうに考えますよね。まあ、一応うがった見方をすれば4、6、そして7フラット、4とか言ったりとかすると、もうここでちょっと3フラットとかっていう話になってきてしまうんで、ちょっとこれはまあ辻褄が合わないと、単純にまあ1、3、4で順当で考えてた方がいいでしょうっていう感じで考えております。ちょっと話を戻して、一発目に出てくるコードはその安定感の塊なわけです。安定感の塊で3つ目のコードは、これはちょっとこのマイナー感あるコードなんですけども、ちょっと暗い感じですよね、暗いやつで。僕個人的にね、4のコードはね、ちょっと特徴があると思うんですよ。なんかね、浮いてる、ふわふわしてる感じ、浮いてます。4のコードは浮いてる。だからもし3が分かんなかったとしても、1からスタートして何かを経て4に行ってる、この安定感とこの浮遊感が感じ取れれば、この合間は探しやすくなると思うんですよ。でもちょっとこの3が分かんなかったとしましょう。仮にこの3が分かんなかった、1が分かるけども安定感あるけども分かるけれども、4にいて浮遊感あるもの分かるけれども、ここちょっと分かんないな、とりあえずすっ飛ばそうと。でその後に来るのはまあ安定感の1ですよね、安定感の1で、ここはちょっとフックがかかってるんで飛ばしましょう。でその次6、これはラです、ラのです。このラの音も安定感があるんですよ。安定感、暗い方の安定感ですね。1と6はすごい安定感ずっしりしてます。で3があって、ここら辺よくわからないけども、とりあえずこの1に安定感があると、こんな感じになるわけです。いかがでしょうか。これをドレミで考えますよ。ドレミソラシドで、この部分、おう、このドレミソラシドで考えますよ。まあ最初1が来て、これドですよね。音の配列になってるんですよ。ちょっともう一回聞いてもらっていいですか。最初これドじゃないですか、ド。これはなんかミですよね。ミドレミレドレミレドレのミで、この音があって、その次の音は、ファ、なってるんですよ。ちょっともう一回聞いてみましょうか。ストーリー見えましたでしょうか。
この曲 E フラットですね。なんでこの最初のとか E フラットから探すわけです。ちょっとここからこの音階で、ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。ちょっと音当ててください。まずこれ、まあ、実際ミフラットだけども移動ドって考えてください。これドです。ドレミファソラシドです。ドファミレドです。ドアテンレミファファファ一シラ三二五一。どうですか、つながってますか。ちょっともう一回やってみましょうか。最初1から3です。1、3、4、1、4、2、0、0。こんな流れです。ちょっと曲と一緒に弾いてみましょう。どうです?どうです?こんな感じで弾いていくとすると、まあ、それぞれそのね、あの皆さんのコメントでそのよく多かったのが、単音は分かるけど和音になると全然分かんないっていう話がすごいたくさんあったんですけれども、基本的にはこの和音であろうと単音であろうとそんなに役割は変わんないんですよ。けど聞く音、聞こえてくる音、判断しなきゃいけない音が多くなれば多くなるほど、ちょっとやっぱ混乱しがちになっちゃうだけなんですよ。冷静に聞けば、今みたいにそうね、僕はこの鍵盤弾いたりとか、ここはこうなってますよって解説を聞けば、あ、確かにそうなってるかもっていう風になると思うんですけども、どうでしょうか。ちょっともう一回、ちょっとしつこいですけど、もう一回弾いてみましょうか。もう一回弾いてみましょう。この図を見ながら、ちょっと一番最初から流します。イントロからちょっと一緒に見てくださいませ。3回でいきましょう。3。いきます。もう一回 A セクションがそのまま、こんな感じです。ちょっと見えてきません。あー、なんかすごいヒントを得た気がするみたいな感じで、そんなに和音と単音別々の話じゃないんですよ。なんか本当延長線上な感じで、コメントでベースを聞いてるんですか、それとも和音聞いてるんですかってあるんですけど、あったんですけども、基本的に全体を聞いてます。全体の色です。この曲のカラー、色、匂い、味、もうそれを全て見てます。6、3。愛しいのはこんな感じの、音の使いでございます。いかがでしょうか。こう見ていくとするとなんとなく、見えてくるかと思うんですけども、いかがでしょうか。ちょっとまあここでね、また、ちょっとわかんないぞ、どういうことや、もう少しかいつまんで説明してほしいぞ、そういうことがぜひありましたら、ぜひあのコメントの方にバーッと、書いてみてくださいませ。個人的にはこの説明でだいぶ腑に落ちたと思うんですけども、いかがでしょうか。でこっからまたプラスアルファで
覚えなければいけないこととしては、そのノンダイアトニックですよね。ノンダイアトニック、まあ、たまたま石井さんの曲はね、すごいシンプルな曲作りをされてらっしゃるんで、あんまりノンダイアトニック出てこないですけれども、まあその37とか4マイナーとか7フラットとか6フラットとか、まあそういったこうね、ノンダイアトニックが出てくる時があったりとかするんですけども、そこはね完璧に覚えゲーです。覚えゲーでございます。それはまた違うところで、違う動画の中で紹介させていただければと思いますので、楽しみにしていただければ幸いでございます。とりあえず今日は、音当てが100問近く、もしくは100問以上正解できる方に向けた、この耳コピの仕方、考え方、理解の仕方というお話でお話をさせていただきました。どうだったでしょうか。何度も言うですけども、分かんないことがありましたらぜひバシバシとコメントしてみてくださいませ。で、最後に一つちょっと募集させてください。この僕のチャンネルのこういう動画の中で、僕の曲使っていいですよとか、うちのバンドの曲使っていいですよって方、もしいらっしゃったら、info@takijawa.jp の方まで、もしくはツイッターまで、ご連絡いただけると幸いでございます。で、その楽曲提供いただいたものを、まあ、もちろん全てではないんですけれども、いただいたものの中からちょっとね、いくつかバーッと聞かせていただいて、まあ、この動画のテーマの中に、使えそうなものというか、使いやすそうなもの、適度にノンダイアトニックがあり、適度にポップスっぽく、適度に分かりやすくっていうのを、紹介させていただきながら、こういうね、アナライズを一緒にやっていくっていう動画をちょっと作ってみたいので、もし、そういう提供していただける方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけると幸いでございます。よろしくお願いします。それでは今回もこんな感じで終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。